い、皆さんこんにちは、蒙牛です。今回の動画の内容は視聴者さんとの学習カウンセリングの様子です。つまり TOEIC 公開学習カウンセリングみたいな感じですね。これもともとは Twitter 上で蒙牛チャンネルの視聴者の方から質問を受けたんですね。で、Twitter 上ではちょっと答えるのが難しそうな質問だなっていうふうに思ったんです。で、同時に思いついたことがあったんですね。それっていうのは、もしかしてスカイプで学習カウンセリングをして、その音声をこの蒙牛チャンネルで流せるんじゃないかなっていうことです。まあ似たようなね、疑問を持っている方っていうのがいれば、その方の役にも立つだろうっていうふうに思いました。そこでですね、質問をいただいた方、ハンドルネームは剣道さんっていう方なんですけども、剣道さんに公開学習カウンセリングの話をしたら、まあ快く承諾いただけたので、今回公開学習カウンセリングをすることにしました。というのがですね、この動画を作ることになったいきさつです。ちなみにこの動画はいつもの動画と違って、基本的に画像の方は大きく動くことはないです。聞くコンテンツとして作っていますので、まあ、ゆるゆるね、聞いていただければなっていうふうに思っています。もしですね、この動画の受けがいいようであれば、視聴者さんとの公開学習カウンセリングの募集もね、しようかなっていうふうに考えています。さて、じゃあ今回の質問に移っていきます。まず今回の悩める TOEIC 学習者の剣道さん、この剣道さんの TOEIC スコアは600を少し超えたところということです。で、質問は TOEIC パート5の時間配分についてのものです。まあ、僕の方から質問を簡単に言うと、パート5っていうのは1問20秒で解いて10分で解きましょうっていうふうによく言われるんですけど、それがなかなか難しいのでどうすればいいのですかっていうことですね。なんですが、実際に質問者の剣道さんから質問を聞こうかなっていうふうに思っています。では聞いていきましょう。はい、パート5の、まあ、時間配分の質問なんですが、今私は600点ちょっとで、R が300点ちょっとぐらいなんですけれども、どうしてもパート5はやっぱり10分とか、1問20秒では解けなくて、20分ぐらいかかる時もあったりします。よくある話で、パート5は20秒で解いて、わからない問題は捨てて、パート7に時間を使いなさいと。そうじゃないとリーディングは点数上がりませんという話があります。よくパート7は1分で解きましょうって話がありますよね。はい。で、私の場合はパート5はもう、20秒で解けない問題も結構あるんですが、1分ぐらいかければそこの回答率が上がるんですね。でもパート7は1問1分ペースだとなかなかスピードが追いつかないので、もうちょっとやっぱりかかってしまって、20秒対1分っていうことを考えた時に、これやっぱりパート5をちゃんと解き切った方が素点という意味では上がるんじゃないかなって思ったりすることもあって、いつもちょうど今ぐらいの点数だと思う、どっちの戦略でいくべきかなっていうのを迷ってしまうんです。私のようなこの中級入りかけぐらいのタイミングは、まあどういうふうに攻めていけばいいのかなっていう質問です。 OK です。ですね、そうです。実際問題、最終的に1分かけても解けるってことで、例えば1分じゃなくても50秒とかでもパート5が解ける、パート7もは1分以上かかるってことだったら、どう考えてもパート5した方がいいですよね。パート5した方が絶対いいですよね、解けるんだったら。はい。大体1分しか読まなくても解ける問題なので、それを放っておくのはどうなんだっていうことですよね。そうですね。要するに、すごくわかります。極端な話、例えばですよ、30問あるじゃないですか、パート5で。それが1問1分で解けると、まあ多分全部じゃないにしても、で30問全部正解になるんだったら、まあどんだけ時間かけても解くべきだと思います。パート7でちょっと正解率下がるぐらいだったらってことですけどね。で、じゃあその辺のバランスとかを考えながら、今600点ぐらいでやるってことも踏まえて考えると、捨てる問題と捨てずにしっかり1分考える問題を選べるといいですね。ちゃんと考える、1分使ってもいいからしっかり考える、これは解けそうだからっていう問題と、これ1分かけても解けないんちゃうかなみたいな問題を、まあ、一応見分けていくっていうのが一番効率が僕はいいと思うんですね。そのうちの1つ、2つ、じゃあ3つ観点があるんですよ。観点言ってきますね。はい。観点の1つ目、これはかなり機械的に考えれるんですけど、101番から130番に向けて難易度は基本的には上がってきます。なので後半に行けば行くほど、こうまあ諦めるかっていう雰囲気を自分の中で持っておく。
特に120番台は難しいので。そうですよね。そうです。なのでその辺に来たらそこまで考えてもちょっときついかもとか思っておくっていうのは一つですね。二つ目いきますね。二つ目は文法問題と語彙問題の違いで、後半に行けば行くほど文の意味が難しいし文は長くなっていくんですね。だからすごく文の意味を取るのは難しくなっていくんですけど、文法的観点で例えば簡単なところでいくと、あ、空欄の前に冠詞の座があって空欄の直後になんか前置詞の因があるから確実にこう空欄には名詞が入るなっていう品詞問題だったら、まあ、文の意味取らなくても、ね、解けますから。で意外にそういう問題って後半にあったりするんですよ、不思議なことに。あー、そっか。なので文法問題だなってまあまあ見たらわかると思うんですね。練習すれば文法問題じゃんってのだけをとにかく後半は意地でも解く。そっか。そこは諦めちゃダメなんですよねっていうのが2つ目。なんかその2つを掛け合わせるだけでだいぶなんていうんですかね、こう見分けっていうか。そうですね、はい、うん、できますよね。まあ捨てやすくなるっていうか、まあ、だから逆に文法問題は僕どっちかっていうと考えちゃっていいと思うんですよ、ある程度時間かけて確実に取れるからですよね、そこはね。そうなんです。30秒かけても全然いいと思うんですよね。なんで最後の観点というか、まあつながってはいるんですけど、3つ目は特に後半に行くに従って自分はこの文を果たして意味取れるのかっていうところですね、語彙問題に関してはっていうのをとにかく一生懸命考える。こう読みながら語彙問題だって分かった瞬間にまあなんとなく文全体の意味を取ろうとする、ざっくりと。で取ろうとした時にあまりにも知らない単語が多いとか構文がよくなんでここに なんだこれはってなっちゃった瞬間にもうその語彙問題諦めるっていう風に決めておく。そうすると、まあ、少なくとも20秒も考えなくて済むと思うの でそうするとなんとなく後半に行くとまあもちろん時間はかかると思うんですよ。はい。なんですけど捨てる問題が今よりもおそらくちょっと増える。で15分まずは目指すといいかなと思います。なるほど。20分は確かに使いすぎだとは思います。そういう意味でおっしゃる通りで、まだやっぱり120番台以降に急に自分の解くスピードが遅れるんですよね。うん。まあ、疲れとかももちろんあるとは思うんですが、120番ぐらいまでは割とこう、あ、いいペースだ、今回はいけたかもって思うんですが、そこから急に失速するパターンが多くて。うんうんうん。ここはやっぱり今おっしゃられたように、やっぱり難しめの問題が出てきているんでしょうね。そうですね。120番台の語彙問題は結構鬼というか大変だと思います。大変です実際、はい、意外とその文法として文法問題がその瞬殺でいけそうなやつが実は意外とあるよっていうのはすごく新しい発見かなとちょっと思いました。実は意外にある不思議なんですけど、なんか129番とかにこうかなり毎回でもないですけど、でもなんか2回に1回ぐらいはなんでここにこんな変なって言ったらねあれですけど、こんな簡単なやつがポッとあるのっていうこと。そうなんです。そういうのがあるのであるんですよね、まあ、だとしたら逆に時間が来たらもう次に移ろうっていう戦略ではなくて、うん、確実に取れるものはやっぱり取ろうということで今の、1番2番かつ3番の掛け算で解かないものを決めるっていうことがやっぱり良さそうな感じが、しましたね。すごくありがとうございます。それは、はい、良かったです。はい、はい、って感じですね。うん、それはもう絶対そうですね。で、15分目指せばいいと思います。うん、ありました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。剣道さんからの一つ目の質問は以上です。今回の内容が参考になったよという方はぜひいいねボタンを押していただけると幸いです。それではご清聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。